10年ほど前のことだけど、妊娠中の体調が悪く、入院したこともあり、夫が長い出張が多い仕事だったことから、退院後は実家に戻っていた。その間に、夫に浮気された。それも、よりにもよって、私の友人 A 子と、自宅で。A 子は、ずっと、夫のことを好きだったらしくて、最初で最後のチャンスだと思ったんだって。私は、妊娠中の体調が悪かったので、里帰りが少し長くなった。その間に、夫に、食事を差し入れるところから始めて、徐々に入り込んだっぽい。A 子は開き直って、夫が手に入るなら、何を失ってもいいと思った。って言われたが、実際、浮気が発覚した経緯も、我が家のシューズボックスの私の靴に、口紅を入れるという、手の込んだことを、出産後は、ローヒールになることを見込んで、靴を選んでた。そのやり口は、共通の友人たちもドン引きで、仲間の旦那さんを略奪したってことで、ソース感となり、みんな揃ってカットアウトしたらしい。夫の方は、溜まってて、ついうっかり、などとたわけた言い訳して、本気じゃなかった。死ぬほど後悔してる。と、再構築を強く求められたけど、私はどうしても許せなかった。結果、私は、夫と A 子の両方から慰謝料を分取って、離婚した。夫は、全面的に自分に非があると認めていて、生まれたばかりの子供のためにと、慰謝料とは別に、夫婦の預貯金も全部放棄した。もちろん、養育費もちゃんと払うと約束してくれて、あんなことさえなければと、何度思ったことか。でも、許せなかった。離婚後、1年ぐらい経ってから、元夫は A 子と再婚した。互いに同じ市内に住んでるので、ばったり会ってしまうこともあるし、共通の友人も多いから、相手の動向が耳に入ることもある。元夫と A 子との間には、二人子供が生まれているが、私の方は、あれから再婚する気にもならず、母子家庭だが、幸いというか、実家が割合裕福なので、人並みの生活はできている。そんな中、昨年の暮れ頃に、A 子が実家を訪ねてきた。私は実家近くに住んでいるので、母から連絡があり、行ってみたら、養育費の減額を要求したい。と言ってきた。A 子はもともとフリーターだったから、結婚して、すぐに子供ができて、それからずっと専業主婦らしいんだが、元夫一人の収入で、二人の子供を育てるだけでも大変なのに、養育費まで取られたら、苦しい。だって、その言い方に、ムカッとなって、取られたらって何？養育費払うのは当たり前のことでしょう。と言い返したら、だって、私子は困ってないんでしょう。だったらもういいじゃない。だって、いやいや、それとこれとは、全然話が違うでしょう。うちの娘から父親を取った女が、何言ってんの？って半笑い状態。もともとは友達だったけど、今や、憎い相手でしかない。廊下で聞いてた母が、塩壺を抱えてやってきて、キティちゃんのやつ、いる？って差し出されて、笑ったけど、とにかく、断って帰ってもらった後、元夫にその件を話して、あれは、あなたの気持ちでもあるの？と確認したら、びっくりしてて、養育費はちゃんと払う、払わせてくれって慌ててた。減額とかもいらない、今まで通りで払おうって。まあ、予想はしてたけど、夫婦関係がうまくいってないらしい。苦しいなら、パートででも働いてほしいと頼んでるけど、小さい子を二人置いて出られないって、聞かないらしい。そんな人、いくらでもいるけどね。この時とばかりに、A 子の愚痴がこぼれてきたから、鬱陶しくなって電話を切った。元夫が、いろいろと後悔しまくってることは、伝わってきたけど、私は、もう、今の生活で満足してるし、気楽でいい。正直、元義父母も難しい人だったし、A 子も、思ってた結婚生活とは、違ってたんだろうけど、
スタートそのものがズルしたんだから、まともな生活できるわけないじゃないか。アホかと言いたい。